まずはじめに、調子はどうだ？何かあったら言えよ。説明するぞ。説明するわね。しっかり聞いてて。
日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップ。ああ、そうだったわ。こっち、レイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはこっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ行きましょうか。このあ、もう一つ先の道。ああ、そうね。そういえばさ、今度あんたの家の近くに行くんだけど。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。クレハー、マスター、お店の前に奇妙な機械を発見したのです。撮影してきたので見てほしいのです。奇妙な機械、どれだ。これなのです。これはカプセルトイね。そうなのですか。そうそう。そういえばあんたと昔一緒に私も今思い出した。クレハとマスターの昔の話なのですか。ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて泣きべそかいてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか。仕方ないから私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜ぶ。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そうかな。他にもそういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ、さて、買い物も無事終わったことだし、今日。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか。さっきの話。そうなのです。だからもう忘れたって。はい、でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね。そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか。確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね。ああ、そういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって、親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか、あとお姉ちゃんの学校のこととかね。クレハのお姉さん。ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはお姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか。まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない。え、ログアウトはいいのですか。気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あん、
使うわよ。当てる。